トヨタ自動車とエネオスは、トヨタが須藤市に建設中のウーブンシティに隣接する場所で、水素の製造や利用を共同して推進すると発表しました。トヨタは現在、須藤市で次世代技術の実験都市ウーブンシティの建設を進めていて、隣接地での水素の製造や利用をエネオスと共同して推進します。 水素ステーションを建設し実験都市に水素をパイプラインで供給するということです2024年から2025年を見込むウーブンシティの開業の前にエネオスによる水素ステーションの運営を始める予定です二酸化炭素を排出することなく水素を作る装置を設置するほか停電したときに備えて燃料電池発電機も置くということですトヨタとエネオス、ウーブンプラネットは ウーブンシティを起点に誰もが気軽にクリーンなエネルギーを使える社会の実現を目指してまいりますとしています。